ケカビ科は、接合金門接合金庫に属するケカビを代表とするカビの分類群である。このトガに含まれる属の範囲は多くの説があるが、一般には大型の法指脳を持ち、それ以外の小法指脳や分節法指脳を形成しないものをまとめる。古典的には、ケカビは、接合金類の最も基本的な形態を持つものと考えられてきた。具体的には、 多角の菌止体を持ち、柄の先端に、胞子能を作るというのがほぼ共通の特徴である。毛化ビに類する菌類の多くのものでは、胞子能柄が特殊な分子を出したり、胞子能が、小胞子能や分節胞子能などの特殊な構造になっている。その点、毛化ビは、そのような特殊化が一切ないことを特徴としている。そのため、毛化ビを含むとがは、 ケカビメの基本的なものとみなされ、時にはケカビメの全てを含めた。それを狭める場合は、比較的特殊な形態や特徴を発達させていない、ものをこの群に集めることになる。別の視点から見れば、他の群をまとめる場合は、特殊な特徴を目当てに、それを持つものを集めることになるが、ケカビカの場合には、それがないことをもってまとめざるを得ない。 その場合、トガの特徴として挙げられる特徴は、けかびめの祖先的と思われる形質である場合が多い。そのため、こうしてまとめた群は確かに一応は、共通した特徴を持つが、それが、同一の系統に含まれることを示すと言えるかどうかは、問題である。実際、共通の特徴以外の点では、非常に多様なものが含まれてきた。 極端な見方ではケカビ目のほとんど全部をケカビ化とする立場もある。さすがに、そのような説はあまり指示されない。しかし、蒸気のような事情からケカビ化を広く取った場合、それは多系統である、可能性が高いと考えられている。そのため、歴史的にケカビ化は分割を繰り返してきた。以下に、大型の方子脳だけをつける、あるいはケカビ化に含まれたことのある。 ケカビメの金類を挙げ、大まかにその扱いを説明する。竹ハリカビディクショナリーオブ分ギでは、上の4までをケカビカとしているようである。分子系統の進歩によって、直接に系統関係が示された結果、このような形態による分類体系が極めて人為的であることが示された。そのために、ケカビメの分類体系は大きく、見直しを迫られ、 現在それが進行しつつある最中である。そんな中、ケカビカはケカビメの中で明確に区別できる群を除いた全てを含むような扱いが続いている。ありがとうございます。